川西町は山形県の南部にある人口1万5000人ほどの町で東沖玉郡に属する大玉盆地のほぼ中央に位置し長方形のようないびつな区形である米沢盆地の南西部にあり平野部は海抜210メートル前後である西部には標高400メートルほどの丘陵が発達する山林地帯を有しているこの玉には丘陵は 腐れつぶてを伴う赤色土を特徴とする土壌で、第四期更新予に形成されたものである。町内には、犬川、黒川、元宿川、丹上川が流れ、いずれも、蛇行の著しい松川と合流する。川西町は、この松川の西岸を占めており、また高畑町の東側を流れる、最上側の支流木面側の西側を、川西と呼んでいたことが、町名の由来となった。 この節では、現在の川西町に相当する地域における歴史を、町市として包括的に記述する。古代以前、編集史も、奥田の八万元から、紀元前3500年頃の石府や石族、石碑、縄文土器の破片などが出土している。縦穴式住居の後らしきくぼみも3つ、見つかっていたのだが、詳しい調査も受けぬまま周辺の開墾が進み、跡形もなくなってしまった。 時キの国造山の山麓から、惰性の石符や石碑、土器破片、矢尻や剣などが出土しており、これらは、紀元前2000年代頃の集落跡と考えられている。同じく時キの相馬山からは、縄文時代から古墳時代にかけての複合遺跡が発見されている。弥生時代の遺跡は、置いた町方どころか、山形県ですら極めて少なく、川西町では見ることができない。古代、 中世、編集古墳時代、200基の古墳からなるしも、小松古墳国や、長さ75.5メートルの天神森古墳が、築かれる。犬川駅にほど近い道田遺跡の奈良時代末の移行からは、木管や東日本最古といわれる墨垣の絵馬が、出土した。これらは、諸願成就を願って奉納されたものと考えられている。平安時代はじめ、 石津板建物と布掘りいかだ業建物の計7棟からなる建物群が黒川と丹上川の氾濫源の上に築かれる。現在、太陽小屋遺跡群と呼ばれるその遺跡からは柱穴に石津板を入れるなど沈下防止の工夫や東北地方でも珍しい布掘りいかだ業という建築技法が見られる。八世紀末から十世紀初頭まで時田の段山雇用群で 末期が生産され、食器や貯蔵が目に使われた。9世紀後半、米沢市大浦に置かれていた軍家が、下小松に移された。軍家とは、律令制によって7世紀後半から整備された、国家による地方行政の末端機構のことで、下小松の軍家は、老いたま軍最後のものと考えられている。1570年、小松城の戦いが起こる。 かねてから軽病で城への出勤を怠るなど、伊達明ら衆と対立していた部行、中野宗時の無本が露見すると、宗時は開き直って、伊達氏の乗っ取りを抗原し、共謀者であった小松城衆、牧野久中のとへ駆け込んだ。小松城は、輝き衆の討伐軍に包囲させついたで、鎮圧された。金星。 編集米沢藩は地域開発を自らの管理下で展開させるため、他屋と呼ばれる屋敷に有力家臣を配して経営させた。かつては川西町にも7カ所あり、道田遺跡のすぐ近くに平家の屋敷が残っている。1521年、米沢から下越地方まで伸びる古い越後街道より、道のりは険しいものの距離的に短い新しい山道が、 だてた根むねによって開かれ、1598年、上杉氏が置いた間を領有してから宿駅制が本格化し、この13峠が整備された。街道には小松をはじめ、西通り8か、宿と呼ばれる宿駅が8つ置かれた。近現代、編集1878年、旅行家のイザベラ・ワードが旅の途中、小松の肝入りであった、金子十三絵門の家の邸宅に宿泊した。 その際、町の住民の半数が外国人の見物に集まったという、1967年、集中豪雨により、埼上川上流が氾濫し、上越水害が発災する、飯出山系の流域で発生したものとしては、市上空前の水害で、川西町にも災害救助法が発動された。1994年、町立図書館や地筆道文庫、劇場を併設する 西町フレンドリープラザが開館する野外劇場を挟んで天神森古墳と近接している平成18年度編集地方祭等の残高編集置玉広域病院は西2町にとって大きな財政問題である水田探索地帯であり肉牛の飼育や果樹生産も盛んである第二次産業としては三菱鉛筆の山形工場が宇前小松駅近辺にある 高等学校、編集中学校、編集小学校、編集、編集幼稚園、編集公立、編集私立、編集社会教育施設、編集西大塚駅町内には、東日本旅客鉄道米坂線が南北に走っている。この内町の中心部に、最も近いのが、宇前小松駅で、役場へと保健内である。また、町の北端付近を、 山形鉄道フラワー長い線がかすめており、その部分に西大塚駅がある、一般国道、編集都道府県道、編集中出店、ありがとうございます。